久保さん今回答えにしましょうか。答え。ま、あいいや。答えないんですよね。でもみんな答え探してるんですよ。答えはありません。なぜならば、あなたの人生は他人の人生ではないんで、あなたの人生はあなたが答えを出さないといけないんですよ。だけど、ほとんどの人は答えが欲しいんですよね。なぜならば自分で考えることができない。自分で決められない。 どっちがいいですかこっちの方がいいですかレビューサイトが流行る理由って何ですか自分で決められないんですよね。まあ僕もそうなんですけどね。<laughs> やっぱレビュー見ちゃうんですよ。そんなもんです人間。答えなんて探せないんですよ、自分で。でも、全部探せないとしんどいですね。ある一曲目は探した方がいいと思います。いってらっしゃい。